今回は預貯金金融類似商品と税金の論点についてお話ししたいと思いますまず預貯金の利子に対する課税ですがこれは利子所得となりますですから所得税15%と住民税5%復興特別所得税を合わせて20.315%が源泉分離課税されることになります厳選分離課税というのは お金を受け取るときにすでに税金が転引されていてそこで課税関係が終了するためお金を受け取った人が後で税金の手続きをする必要がない課税方法ですそれから金投資口座の利益や一定の要件を満たす一時払い養老保険の再起などの金融類似商品の利益も所得税15%と住民税5% 復興特別所得税を合わせて20.315%が厳選徴収されます。ただし金の現物売買は基本的には譲渡所得として総合課税されます次は「丸ゆう」と「特別丸優について丸優や「特別丸優というのは障害者手帳の交付を受けている人や遺族年金を受給している人などの一定条件を満たした 要するになかなか思い通りにお金を稼ぐことができない人の預金や公社債から得られる利子所得を非課税にするものです。預貯金の利子を非課税にするのが丸優で、公社債の利子を非課税にするのが特別丸優です。それぞれ元本と額面350万円から得られる利子が非課税になります。それでは今回はここで終わります。ありがとうございました。